マリア・イサベル・セラー・ディエンゲスは、スペイン・ビスカヤ県ビルバオ出身の政治家。スペイン社会労働党所属であり、バスク州支部である、バスク社会党では、執行委員会のメンバーを務めている。2018年6月から、スペイン政府の教育、職業訓練大臣を務めている。1 9 4九年に、ビスカヤ県ビルバオに生まれ、ビルバオのデウスと大学とバリアドリットのバリアドリット、 大学で学んだ。1987年にはバスク州政府教育、大学、研究省で閣僚となった。1991年のバスク州議会議員選挙後には短期間のみ、バスク民族主義党とバスク連帯とバスク左翼が連立政権を組んだ。その後は1995年のバスク州議会議員選挙まで、フェルナンド・ブエサと共に教育、大学、 研究省の副大臣に就任した。1998年から2009年、2012年から2016年には、ビスカヤ県選挙区選出のバスク衆議会議員を務め、衆議会議員としては、教育問題を担当した。2008年から2009年には、衆議会の副議長を務めた。2009年の衆議会議員選挙で、バスク社会党は第2党に終わったものの、 国民党と手を組んだことで、バスク社会党のパチロペスが、バスク州首相に就任し、セラーは、バスク州政府教育、大学、研究大臣に就任した。2015年スペイン議会総選挙と2016年スペイン議会総選挙では、ビスカヤ県選挙区の上院において、バスク社会党の筆頭候補となったが、結局のところ上院議員には選出されていない。 国民党のマリアーノ・ラホイ首相に対する内閣不信任決議後2018年6月にはスペイン社会労働党のペドロ・サンチェスが首相に就任した。サンチェス内閣において6月7日にはセラーが教育職業訓練大臣とスポークスパーソンに就任した。ありがとうございます。